いや、結構戦闘いっぱいあるな。これ FPS でおなじみ、赤いね。ははは。うえ、はい、こんにちは、グリードです。今日は新作 FPS であるロボコップローグシティをプレイしていこうと思います。皆さん、映画のロボコップ見たことありますかね？僕はね、お父さん世代ですよ。僕のお父さんがこの映画好きで、小さい頃、まあ、テレビでやってたのを少し見たような記憶があります。なので、ものすごく詳しいってわけではないんですけど、まあ、サイボーグ警官の映画としてね、すごく有名ですね。ちょっとね、早速プレイしていきましょう。AC1。ストーリーとしてはロボコップの映画の2と3の間の物語、オリジナルストーリーみたいです。原作の再現率もすごいらしいんだけど、まあ、シンプルに FPS としてよくできてるらしいから、そしてなんかね、語話表現が日本語版でも規制がないらしいんだよね。なんだ？テレビ中継中にギャングが入り込んできたけど。サイドモヒカン？まさかのサイドモヒカンだ。ヌークをばらまいて、まあヌークは多分中毒性抜群ドラッグ、あ、ドラッグって言ってますね、普通に。このギャング野郎ちゃんがテレビ中継を乗っ取ったので、それをこれからしばき倒しに行くと。パトカーに乗ってるのは、あれ？もういきなり？いきなりだ！来たー！いきなり登場！うわーず、本当に映画で見たまんまだ。マーフィー、はい。主人公のね、ロボコップのことね。めっちゃ噛むよ。あ、街はあれにあれ食ってますね。ロボコップ愛好家。お、ファンだ、ファン。二人だけだけど。ダッシュでこのぐらいのスピード。歩くで、これぐらいか。そう、映画でもね、そんな俊敏には動いてないですよね。結構こう、ロボらしい、昔のこう、ガシャンガシャンっていうか、サイボーグっぽい、ゆっくりとした動き。多分それを再現してるのかな。リメイク版もね、確かあるんですけど、そっちはこう、俊敏に動いてた気がする。でも今回のロボコップは、その、昔の映画ね。さあ、おそらく、これ、テレビ局のところに着いたんじゃないかな。そうですね。人質を取ってるので、救出しに行くと。あ、さっきの、サイドモヒカン。You can't go in yet. We need to wait for the reinforcements. Reinforcements have arrived. 結構いきなり増員はここにいます。かっこいい。ナッチ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 。後ろ姿かわいいね。来ましたよ。ナッチナッチ。あ、でも本当に細部に至るまで完全に映画のままだと思う。ウィーン、ああ来た来た来た。そう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 。これでこれ足にピストルね。収納してあるんだよ。ああ、これ見た見た。映画で見たやつや。あ、じゃあパンチじゃない。オッケー。ファースト。ヘッドショット。結構飛び散りますね。語話表現が日本語版でも規制がないと言われている。敵を撃った時の粉砕の仕方がなかなかえぐいですよ。マイクロ SMG。BGM 音激アツだ、これ。確か映画でも、こう腰打ちというか片手打ちを基本してた気がします。なので多分それを再現して、ほら ADS というか ADS というのをせずに腰打ちで打つような形。 OK。 ロボコップビジョンを起動し人物やオブジェクトを調査する。こういう感じか。敵がハイライトされるね。あ、これは結構敵見づらいときは、なんか敵多くね？左下体力かな？体力回復。自動回復じゃなさそうですね。OK。よし。ビジョン使って。結構人多いね。想像以上に戦闘がっつりかもしれない。もう、大舞台だな。よし。押し打ちで。うわぁ、まじ、まじ、めちゃくちゃ吹き飛ぶね、体。しかも、これ。おぉ！おお、オブジェクト破壊表現もある。おお、え、結構細かいな。いいね。ハンドガンでも全然強いね、最初。くる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 、カシッ。おお、かっこいい。エレベーターを呼ぶ。重量宣言が怖いの？確かに。ちょっと一人でもう上がらなそうだもんね。でも今時やっぱ珍しいですよね。こういうしっかりとしたキャンペーンの一人ね、ソロの FPS っていうのは。まあ、最近やっぱオンラインゲームが主流になってるから、なかなか貴重ですよ。こういうゲームは。ヌーク。なんか証拠品拾った。
おいなんだ、いきなりスローモーション突撃、無言で始まる。オッケー、これはね僕経験してますから、いろんな FPS で。おい、うわま、でもマジでギャング多すぎじゃない？意外とねノーマルだけど体力結構減る。これハードとかベリーハードになったらだいぶシビアになってくるんじゃないかな、この感じだったら。 OK、 うわお、今アサルトじゃないか。あ、アサルトライフル 74AK かな。人間のクズを結構ちょくちょく入れてくるね、ジョブをね。ガンガンガンよ。あのちょっとへこんでた。ちょっとへこんで、あ、こっから効くんで、あんま打たないでね。うわ、え、うわ、え、これ映していいの？うわー、これあんまり YouTube 大丈夫？あの苦手な人、あの、見ないでくださいね、今ね。うわー、そして、なんか、なんだこれ、なんか、テレビコンピューター？ PC、PC 拾った。PC を投げるえ待って待って。これか？これか？掴む、掴んで。おっと？人質を取ってる犯罪者と対峙するときに数秒以内に敵を排除して市民の安全を守らなければならない。突入して人質を撃たないようにってことでしょ。まずヘッドショットラストやった。 OK、 よいしょ。いや結構戦闘いっぱいあるな、これ。ミッション1ですよね、大ボリュームだよ、いきなり。さあ、こうして、あ、これ FPS でおなじみ、赤いね。ええ、腕ー！じゃあ違う、足？赤いボンベは爆発するもの。やべ、痛い。嘘？あ、グロ注意です。これ、皆さん気をつけてください。グロ注意です。あれ撃てば爆散。うわー、コッパみじん？しし、うわ、おお、全部、あ、全部外れてるわ。赤ボンベ。しゃっいや、爽快感あるね、これ。いいね。で、しゃがむとかはないですね。しゃがめない？しゃがめ、あ、ナイトビジョンある。サイボーグですから、しゃがんで回避コードなんていらんでしょ。おい、地雷が仕掛けてあったのか、これ。ジェームズ・マーフィー。ジュレン・マーフィー。これ、家族の会話じゃないかな。おー、急にホラー演出。これはそうですね。奥さんと息子の会話を思い出してるんじゃないかな。結構多い。大丈夫かな、これ。よし、やった？大丈夫？みんな。ジレン・マーフィー。ああ、そうだよね、奥さんの幻覚を見てるのか今。大丈夫か。うっ、あ、ルイスさんが撃ったのか。今のはだいぶトラウマになっちゃうね、人質の人。はい、帰還してまいりました。カメラに収められた不具合を目にして疑問が、浮かびます、まあ。世論からちょっとね、不信感を抱かれてしまったと。分解されちゃうんじゃないですか、これ。どうも。みんなこれあれですか？苦情かな？もうこの人背でかくね？頭一個分というかめっちゃ、え？あ、もうホットコーヒー。結構みんな生活感がある。パソコンが古い。分解だけはやめてください。取り外す。あ、この顔。映画の顔まんまだね。これ待って、クリア画面もしかして。合計評価 B！ 低い。
レベルが上がるために1スキルポイント獲得でき、それを使用することでロボコップのスキルを強化することができる RPG 要素ですね、もある。戦闘走行、体力、技術、集中力、分析推理、心理学、結構細かいですね。今ここでもスキル上げられるんだけど、この後でやった方が面白いらしいから、一旦ここは何もせず、次に進みましょう。あ、なるほどなるほど。ここでエイム練習だったり武器試したりができるという感じですね。合格基準50点。あ、もちろんもちろん。あれ、これどこまでやった？真ん中打たないといけないかな。19点。もう一回やらせてくれ。53。ああ、オッケーオッケー。やっぱり、ヘッドショットだ。ヘッドショットやればポイントが高いっていう感じでした。苦情が多すぎる。血は平気なんだけど、ゲロだけは絶対嫌なの。なんかこういうサブクエストみたいなのもあるんだね。何？このゲロおじさんを運べって下に連れていくだけ。はい。はい。歌箱に。はい。お疲れ様でした。閉めといてね、誰かドア、うん。こういう、なるほど。サブクエもあるんだね。ロボだからって扱いがひどいな。任務に出発する場合は、お、なるほど。地下の、ちゃんと車に、パトカーに乗って出発するのね。急発進すぎるやろ。ブンブン。ロボ到着。さあ、着いたけど、もう見て、マップがね、すごい広いですね。急にオープンワールド形式。なんかずっと一本道のさ、ストーリータイプのゲームかなと思ったんですけど、自由に動けたりもするんだね。でもこの辺グラフィック、水の反射めっちゃ綺麗じゃない？しかし、街はもうあれにあれ食ってますね。おい、ロボ。はい、なぜか？あ、サブミッション？なんかどんどんサブミッション追加されていくな。まあ、これはやってもやらなくてもいいんだろうけど、一旦ちょっとこっち行ってみますか。あ、なんだ？ AC カーメル殺したの誰だ？サブミッション。おおお、ムービー？ムービーが始まる。なんかサブミッションなのに、まさかのセリフ選択式。何があったのか教えてくれ。殺人。20代の白人女性。AC カーメル。手がかりは？操作を打ち切られた。タイヤ痕と一致するものをもしかして僕のスキャンで探せってことかな。結構サブミッションなのにしっかりしてるの。そうですね、僕のビジョンを使って調査しろってことね。これスキャン中、急なドアップ。手がかり、あ、なんかありますね。うわぁ、うわぁ、な、ゴキブリ。スキャン完了。操作終了。はい。誰これ、おっさん。I can help you find the guy who dumped the body here. I saw him, but you must accept the truth. 目撃者。一番怪しいけどな。It's as simple as it gets. 一番怪しいわ。I've been investigating them for years. They send rats to spy on me. They don't show you the stash. It's a list of aliens living in Detroit. I saw the guy who dumped the body here. I saw his skin. It was green and glowing. Unless I recommend you to take a possible time. なるほどね。サブミッションこんな作り込まれてるんだね。あ、バックを回収。違反切符の発行。警察官として違反切符を発行することができる？何やって？切符発行。パチッ。ちゃんと警察官としての仕事もあるんですね、これね。もうこんな街はあれじゃない？もう違法駐車しかないんじゃないか？まあ、ちょっと調査させていただきますよ。容疑者の、特徴と一致している。サンブロック。日焼け止め？グリーンの日焼け止めってこと？スキャン？これじゃないですか？緑色の日焼け止めクリーム？あ！タイヤ痕ありますね。タイヤ跡発見。
車間距離が一致。 The evidence I have gathered shows that you are connected to the investigation that I am conducting. So what? 犯人か? Then ask her about the guy she hired as the His face looks like a walking mugshot. On top of that, I bet he's the one who stole my ring. 今度は代役が犯人候補ですか? 犯罪者を雇ったと聞いた。 いやいや、まだ犯罪者と決まったわけではないからね。 代役として進めてきたのは向こうですよ。 ああ、もうみんな言ってることが違う。 スペシャルサービスとかなんとか言って。 デトロイトで一番の美人。 ケイシーと言った。 ああ、被害者のね、殺された女性ね。いや、すごいな。サブミッション濃すぎじゃないか。これまだメインじゃないですからね。情報を渡さないの犯罪ですよ。この業界犯罪だらけだな。ガソリンスタンドで働いている。あれ、意外とすんなり喋りましたね。ってことは犯人じゃないのかな、この人は。のってやっとかつ、急にスローモーション突撃。何してんお前。3ブロックより気にすべき点があるだろ。ちょっとしたツッコミ。ジェンキンスだ。ジェンキンス、the guy from TV! You have to believe me! もうどっちだ? どっちだ俺。He's the one who killed Casey. Came back. だから死体を片付けただけだ? それも犯罪ですよ。こっちはなんだ? おっと? Power up.それ、事件現場と同じ、血液だ、これ。やっぱり、さっきの撮影現場にいたあのね、犯人じゃない、ハンマーまで、なんかもう、証拠しかない。証拠しかないぞ、これ。これなんだ?カメラ?おっと?隠し部屋。映像再生?あ。何やら、口論をして。やっぱり、ああ、お前やないか。しっかりお前やないか。これは確定的ですね。あ、なんだこれ。ああ、これは多分、その、殺された女性、ケイシーさんは、多分、お母さんが、病気かな?お母さんは多分ずっと治療を受けてて、何かの。で、多分お母さんの治療費をずっと払ってたんだろうね。で、その、これ多分、医者からのメッセージで、まあ、治療費が値上げされるよっていう。だから、お母さんのために、ずっと、ね、お金を稼いでたんだろうね。めちゃくちゃいい人だったのに、殺されちゃったっていう。According to the evidence, Jenkins is guilty of the murder. I told you. However, you. そうだ、証拠隠滅。お前もだいぶ犯罪やってっからな。いってらっしゃい。さて、じゃああいつを逮捕しに行きましょうか。いや、入りますよ。なんか裸になっとるし。For some protection against that California sunshine. The hell! A stay in Detroit prison.Jerry Jenkins, you are under arrest for the murder of Casey Carmel. I seen you on TV! For fuck's sake! ああ、痛い。パンツ一枚でそれは痛いわ。任務完了です。ああ、クリアだ。サブミッション、結構長かったよ。しっかりとした推理系のサブミッションでしたね。で、ここからがメインミッションね。まあ、今のサブクエはやんなくてもやらなくても OK っていう。ゲームセンターに入る。Tell me where to find him. You cops are giving me a stomach ulcer. Stop asking me about guys I don't know, do ya? 令状持ってないもんな。なんやこのおっさん。もう令状はないけど、勝手に操作していいっぽいっすね。で、ここでね、なんかスキルの技術と推理をレベルアップさせるとできることが増えるらしいんですよ。例えば技術だったら、金庫を暗証番号なしで開けられたりとか、推理を強化すると隠しオブジェクト、隠し部屋とかね、さらになんか見つけられるものが増えたりするらしい。ちょっと技術とね、推理強化しとこうか。
子供がいる。睡眠不足。家帰んな。猫背を検知。事件との関係性なし。そこまでわかるんや。おっと、結婚か？近近これ。ゲロですね。ゲロでした。あ、ごめんなさいね。もう破壊されとるし、誰かいる。もしもし、スキャン中。あ、薬物乱用の疑いが確認された。ゲーセンのブッツは金さえあればいくらでも売ってもらえるぜ。やっぱこれオーナーから買ってるってことかな。地下室がある。ロックします。令状があるぞ。なんか令状が発行されたらしいですね。You'd have to break down this hardened door if you want to get in. Will not be a problem. ぶち破る。突入。ああ、ごめん。これは、これロボ、これ大丈夫なんかな。まあ、証拠はないからな。事故事故。武器を捨てろ。おお、急な戦闘。もう撃っていいんだ。もういいんですね。令状は出てるけど発砲はしていいんだね。もう OK。 おお、椅子持てる。まさかこれも、ほい。銃より強い。でこういう暗いところはロボビジョン、ナイトビジョン。戦闘マジで楽しいねこれ。マジで爽快だね。倒したとき。グレネード。しかも全然痛くない。椅子を持って、投げる。椅子を持って、投げる。お、スローモーション。クリティカルヒットってことか？ガキに薬を売ってるだけだ。もしもし言われる筋合いはねえだろ。開き直りがすごいな。OK。喋る気はないようですね。はい、行きまーす。全員倒せばいいんだもんね、もう楽々。人質もいないから、もう。とりあえず。あれ、今、オーナーじゃない？さらっと倒しちゃったけど、オーナーじゃないか、今の。廃墟を操作せよ。カレンダー。金庫の暗証番号書かれたメモ。これがね、さっき、スキルで、推理をレベル上げしたじゃないですか。そのことによって、ここに書かれてる暗号が解読できたらしい。だから、レベルを上げてないと、これね、解読できなかったみたいだね。で、金庫を開けることができると。偽札、盗品、ガンマ大しても入ってなかった。こういう風にやっぱスキルによって、これは死んでます。スキルによってできる範囲がね、ほんと増えると。ほんと戦闘だけじゃないですね、このゲーム。だいぶ RPG 要素がほんと多いと思う。はい、こちらでミッション、コンプリートですか？今回はロボコップローグシティをプレイしていきました。まあ、その映画のロボコップを忠実に再現してるんですけど、FPS とか、あと RPG 要素かなり多かったですね。映画ファンはもちろんだけど、その映画をあんまり知らない人でも十分楽しめると思います。僕も自身もね、あんま映画詳しくなかったけど、まあ、ゲーム、その FPS と RPG 要素がかなりね、豊富なんで、全然映画知らなくてもね、楽しめると思います。今日はこの辺で終わりたいと思います。ぜひね、このゲームチェックしてみてください。それではお疲れ様でした。